バスの運用だとか、あの整備も含めた、それが楽になりました。言ってるんですね。で、無駄なものを当然全部廃したから、例えばその搭乗システムも、そこはですね、座席番号のでの搭乗券というのがなかったんですよ。アメリカの国内線でね。だからもうみんなバスと同じで、はいはいチケットをあげるから、もう空いてるところに好きなように座ってくださいと、まあこういうことにしたりと、そういう合理感もあったんですけど、その機材をね、やっぱりえっと一律にしちゃう。このことの。 その合理性っていうのは確かにあるなと思いましたね仕様の統一っていうのはねこれ実はビジネスでものすごく大きいんです大事ですさっきのね私もう一回また陸軍と海軍の話しましたね陸軍と海軍のねやっぱ鉄砲ありますパンパンとあるいは飛行機の基準パンパっといってねこれね仕様が違ったんですよなるほどねはい陸軍用の弾と海軍の弾違ったんですよそうするとね 工場2ついるんですよこれがね、うん、使用が、えー、使用が一つ陸軍用の弾も海軍の弾も一つってするとね、うん、これ一つの工場で大量生産できて、うん、で陸軍も海軍もそこから買えばいいんですよ。うんうん、ところがそうしない海軍は陸軍のまでやってないからあいつらの弾と俺らの弾ちゃうからでって別にそういう発注で作るんですよ。でこれははね例えばアメリカは、えーうん 違いますアメリカもやっぱり陸軍海軍仲悪いんですよ、これね、うんうん、ところがね、そういう仕様に関しては、うん、全部統一、うんうん、決まってるんですよ、決、ねうん、まってるんですそういうところをですね、<laughs> もちろんその、ね、アメリカ流のやり方がすべていいってわけじゃないけど、まあ、私たちも今後、党運営の中で、やっぱり合理化できるところはやっていくと。もちろん、です<理>我々金ないからね、そうそうね金ないから、もう、何回も言います、もう一回言いますわ、金ないんですね、<laughs> 今回の選挙でだいぶ金使いまし <laughs>、はい ただねあの、昨日はね、まあ、今日はちょっとね、えー、前半だいぶ何て言うかこう、気分を悪くさせるような視聴者の皆さんに気分を悪くさせてしまうような話をしましたけれどもこれはただね私たちはその選挙も終わりましたんで、えー、もちろん法的な対応も含めていろんなことをやっていくけれども一方で あの平場で殴り合いしようってんだったら、まあ、それはそれで、考えますよっていう意思を示したにすぎないんですね。ただ、ただ、ただ、ちょっとそれは横において。昨日ね、まあ、非常に対照的に、私たち今回、まあ、比例ブロックで戦ってくれた人たちの。まあ、本当に。自己犠牲と言いますかね、自分のことをも、ま全く横において。はい。党のため、あるいはもっと言えば。 日本のためにね今の政治をやっぱり変えなきゃいけないってことで飛び込んでくれた、はい、まあ人たちですね、はい、で代表的なのはまあ小野寺勝であり、はい、伊藤淳子であり、はい、小坂英二であると、はい、まあこういう人たちこそが日本保守党ですよと昨日すごくね話をしてみんなから本当に本当にいい話だなっていうふうに言っていただいたんですけど、はい、それでね、うん、ちょっと言わせて、うん、彼ら3人ねこれ選挙終わって。 あ今言ったら小野寺さん伊藤さん小坂さんこれ負けました、えー、自分の生活を投げ打ってね、えー、自分の生活を全部捨てて負けたほんでね負けたでその戦い終わった後に「お三方ともですよありがとうございました <laughs> 本当にありがとうございました」もうそれ言われた時にね泣きますよ私はほんまにねでもあえて言いますよ4月の補選の時 一言言も私らお礼とかお礼とか一言も言われていいませんからね <laughs> いやいやだってあんな戦隊もなくて無能だっていうふうに言われてるわけですからまあその無能な戦隊とかねあの一人で選挙をやったっていう人はねあの私たちとなんてもう二度とやりたいと思わないでしょというふうに私たちは思ったんですけどまあそのえとドロドロした気持ち悪い話はちょっと横に置いてまあ私たちのその候補者今回の候補者がですねもうそういうふうにもう本当に自己犠牲大きな自己犠牲を払って選挙に出てくれた。 でと,とりわけ小野寺さんなんかはもう負けると分かっていてやってくれたわけです。で、えー、と伊藤さんや、まあ、<coughs> あの小坂さんに関してはあの、えー、と近畿などに比べればちょっとハードルは高いですけれども。うん でも東京とか北海道に比べればハードル、ややね、前回の数字から言えば、やや当選ラインがちょっと低いというところではありましたけど、やっぱりうちみたいに全然知名度が浸透してない、それから小選挙区を立ててないところがやるのは、極めて難しいというところで頑張ってくれた、頑張ってくれた2人もね、いや、あの本当、今回、党のために戦わせてもらって、まあ光栄でしたと、小坂さんは光栄でしたまで言ってるわけですよね。だから なんとか小坂さんのことをねやっぱ今後のことを考えてやってほしいというお声をたくさん頂い,いてて、うん、まあその声を、うん、いただく頂かないはの別にしてねもう百田さんも本当に真剣に、えー、小坂さんや伊藤さんに関して、えー、今後ご本人方の意思っていうのがまず大事ですからご本人方の希望や意思を聞きながら私たちはなんとか <laughs> 今後のね活動をもう全面的にはバ,バックアップするよ、うん。というふうに思っています。うん、で そういう人間的な、はい、信頼関係や、はい、まあ一種のその情ですよね、うん、こういうもので判断する部分と、うん、それとは別に<力>さっき言いましたように能力もあるしそれから党としてのやっぱり合理性というのも考えなきゃいけないですね、はい、組織としての合理性というものも考えなきゃいけないそういう総合的な判断であの誰かこう言ったからなんだっていう話でもこれはないわけなんですね。だからあの話戻しますと 例えば今回選挙やるのに非常にお金はかかったんですけれどもあの例えば新聞広告一つ打つのにもあるいはビラだとかポスターだとかを作るのにも私たちはまあ組織が小さいだけにあんまりいろんなことを大組織と同じようにできないからあの業者とかに関しても相当 考えましたねそれから媒体相手の媒体をどうするかということについても相当考えました絞らないとやれないんですよ全、はい、方位的にはね、はい、であれもやるこれもやるこっちもやるで昨日も言いましたけど YouTube 広告とかいうのはもう捨てて、うん、あの私たちがリーチできてない層に新聞広告でリーチするということをやったしそれも部数を見て非常に影響力のある地方紙はやるけれど地方紙といっても大小様々あるから小さいものは申し訳ないけどもう対応できない。 全国紙もやっぱり大きな部数のものにしか出せないこうやってこうやって絞っていくしかないんですよねでビラもあんまりいろんなものを作ったらこれはこれでコントロールできないからもう共通の絵柄で変えるべきところをブロックで変えていくっていうふうな形にしないともう全然あのマネジメントできない会社も同じですっておっしゃってるからそうなんですよね本当に。 まあそういうところをですね、あのー、今後、まあ、運営の中でね、いろいろと工夫していきたいなというういあと一つだけ思い出して,みまして、まあ、以前からもちろん分かってましたけど、あの今回の選挙の以前から分かってましたけど、もちろんね分かってましたんですが、今回の選挙戦において、うん、え選挙戦で改めて、改めてと申し上げます、うんえ小、小野寺さん、小野寺さん、それから伊藤さん、えー、小坂さん。 素晴らしい人でした。はい、はい、あの政治家としても素晴らしいし、はい、やっぱり人間としても本当に素晴らしい人で、はい。もうそれはね、今回の選挙戦で改めてわかりました。はい、こういうね、選挙戦みたいなもうギリギリのドタンバネ置くとね、その人間性ってものすごく見えるんです。はいうん、すごく見えます。うん、はい。もう一つだけは終わりですよ。終わりです。はい、はい。ということで、まあその政党交付金の話ですけど、<laughs> まあそれでもうちはね、あの。 政党補助金を今のところもらってませんけど、それでもこれだけの広域での選挙できたっていうのは本当に党員の皆さんのおかげです。そうです。本改めてもうここで御礼申し上げます。もう七万人を超えるね党員の皆さん、本当に皆さんのおかげで戦いました。ありがとうございます。<laughs> えー、今回ね本当にまた投票していた皆さん <laughs> のおかげです。あの素晴らしいですよ。うん、はい。 でさて <laughs> ううこれがね、うん、僕らまあ110何万票取りましたけど、うん、これがね、うん、カニニア、はい、僕ら6万票しか取れなかったか <laughs> おいおい党院の一番にはどこへ行ったんや?」ってなりますけどね<笑><笑>はい,いやだって九州とか建ててないところもあるわけですからあそうかそうやな <laughs> そうそうやった、ね、あの総裁選でね推薦人20に集まって。<laughs> 票を上げてみたら十五票しかない。推薦人ここに五人どこいったや、っていう人も自滅していましたからね。はい、で、あの九州ね、はい、あの九州の方からだいぶ怒られました。はい、すみません。九州がめんん。私なんかもう本当に有村さん、私九州によく来てるのになんでそんなだったんでごめん、ほんまに、もう私もエクスさんなも言いました九州の方、本当申し訳ない。はい。あの九州はですね、えー、っと候補者に立てたいなっていう人材は結構複数いらっしゃったんですけど。うん 選挙やれる体制がもう作れない。で北海道は奇跡的に小野寺さんが立ち上がってくれたからあの人はもう一人でできちゃう人なんでそれこそ、うん、あのそれで助かったっていう話なんですね。はいうん。まあ本当にねただね、うん、この政党交付金まあ我々今年はね2800万ですけどもあのまあ来年って言ったって他の政党に比べるばまあ小さな額なんですよ。うん、でもね国政政党になったっていうとね。 そういうまあ、生徒交付金もそうだし、いろんなことがまあ、ある意味今までよりは有利になるわけじゃないですか。はい、早速いろんなことがあります、ね。<laughs> 売り込みもすごくあるしね。はい。 あの今までね、私らこうまあ船に例えたら超オンボロル船ですわ。あれいつ沈むんかちょっとね、もうガタガタの船でね、<laughs> あんだけ乗って大丈夫かみたいな、まあの乗り気も少ないけど小さい船でそれがですね、今回せあのいわゆる国勢船とだったんで、えー、なんかね急急にね大きなエンジンガーッついたんですよ。で走行なんかもキャー出てきてね、ほんなら急にね。 ソロに乗らせてくれやそらくれ乗らせてくれちょっと待って、お前は全然身向きもせんかったのにで急に急に乗らせてくれ言うねんってことで、ねはい、あの去年、はいまあ、当時百多新党って言ってたものが、はい、立ち上がった時も、はい、わっと来たんですよでもそれは、うん、わっと消えたんですね、うん、でまあ国政政党になったっていうのでまたねなんかこうわっと来てですねでなんかそれにちょっとこう、うん まあちょっとまた周りでウキウキしてる人もいるかなというのもあるんだけど、急にねやってきて、急にやってきてね、あの私一等航海士の資格はないけど、<laughs> この辺だったのかえそうたた楽しなせけどとかね、<laughs> はい、もうそんなゴロゴロ来てね、はい、ね<え>、はい、どどうあなたどなたですか <laughs> みたいなね、<laughs> はい、感じがあるわけですよ。 だからまあねしょうううがないいですねねそういうのはねだからあのこういうの公表した方がいいですねまだうち2800万ですけどっていう自民党さん160億が150何億円になりましたっていう感じなんですけやっぱあっちの方が大きいですよ減った分が4億円ですからねはい減った分が4億円私ら今回もらった分が2800万円ですよっていう感じあとねあのさらに言うとね結構細かい知識をですね いやあのこれこれこういうふうなお金が入るでしょうみたいなねことを言ってきたりするんですよ。えそうなんですか。私ああはいそれうちわやろうん。そうなんですかみたいな。僕もそれ知らなかった。まあまあまあそういうこともあってですねいろいろですねあの方みんなやっぱりこう立場が変わったりねえ財政基盤が大きくなったって聞くと急になんかだなと。 だから去年だって例えば党員がね何万人もいるんだったらばこうお金これぐらい集めてるんだろうからちょっと俺にも一丁乗らせろみたいな人は結構いましたけど、うん、まあまあまあそれは <laughs> 一旦は去っていかれたんですけどまたなりだねただね,ただね一つだけね歓迎すべきことがあるのは国政政党になったということで、はい、昨日からまた。うん 公募に応募してくださる方が増えているんです。あ,あ、それはやかった。これはありがたいことです、ね。これは嬉しい。うん、はい、まあ、やっぱり全国でね、本当にそれこそ、声優の志を立てて。やりたいという方、はもちろん歓迎です。はい、ただ、うち、はい、の場合どうしても。 結構スクリーニングは厳しいところもありますから希望に沿えないということが大きくありますけれどあのこちらがですねその私が応募してやったのにあの私を採用しなかったじゃないかといきなりアンチになる人とかもいるんですけど、まあ、それはちょっと置いといてあの多くの人がです、ね、いろんなご経歴本当に立派な経歴の方があのどんどんですね、えー、応募してきてくださるのは本当にありがたい。それと今回ややっっっぱり選挙戦を攻撃でててみてよかったのは ものすごい党員とかボランティアの方たちがすごい支えてくれましたからこれがね実態として分かったのはすごく大きいでもちろんその中でね何のトラブルもなかったとは言いませんけどそれは小さなトラブルはありましたけどあんまりトロに足りることにはならなかったトロに足りないことで済んだでその一方で全く違う次元で言いますけれども選挙妨害やその旗が燃やされたとかそういうこともありましたと。いろいろろですから マイナス面もありましたけれども全体としてはもうお,お金に換算できないプラスっていうのはものすごいあったなというふうに思います。で皆さんそのご心配なく小、まあ、野寺勝さんや伊藤淳子さん小坂英二さんはあの日本保守党で今後もご活躍いただくと。 はい、まあどういう立場かというのはちょっとあのご本人方とねいろいろ話をしなきゃいけないんですけどもちろん私たちももうあの人たちに活躍してもらえなくてねもう次の時代の日本もそうないですからね本当に、はい、まあ土台を作ったバルジュナトですね、うんうん、のお三方ですからね、はい、うん本当にそう思ってます。 さてということで、まあ、うちは小さなあれなんですけど、2番のね、えー、国民民主の玉木さんのニュース、いきたいと思いますが、2番、国民民主玉木代表、部分連合、定義がわからないというニュースです。うん、毎日新聞によりますと、与野党は29日午前、衆院選の結果を受けた政権枠組みをめぐる動きを続けました。 国民民主党の玉木雄一郎代表は29日の定例記者会見で、衆院選で過半数割れした自公連立政権への参加について、政策実現に全力を挙げるので、連立はありませんと改めて否定、政策ごとに連携するパーシャルな連合については、定義が分からないことにはお答えしにくいと明言を避けました。国民民主から閣僚を出さずに、政権に協力する閣外協力の可能性についても、どういうことなのか定義による。 政策ごとにいいものには協力するし、だめなものはだめと貫いていくと述べるにとどまりました玉城氏は会見で、自民党や立憲民主党、日本維新の会などと幹事長や国対委員長レベルで情報交換をしているが、決まったことはないと説明、国民民主側から具体的に要求していることはないと聞いているとし、党首会談の予定も未定と答えました。ままあまあなな発発言言ですねと思いますね まあ連立をまあこまあまあこれがまあ本音で言うたとしたら、うん。 え別に連立を組む必要はないいよととうことですねただ、えー、別に反目する理由もないんでね、うん、要するに、まあ、例えば自民党が出した法案ね、うん、えこの法案をあその法案いいんじゃないと言ったら賛成すると、はい、いやその法案ちょっと赤いの飲めんなって言ったら反対するとこ、うん、これだけのことですよね,ですね、あのー、むやみな連立というのはですね、うん、とに自民党が出した法案には「はい賛成賛成」「賛成賛成」「野党出した法案には反対反対反対」反対まあ、これがむやみな連立。 連立ですからね。うん、まあそういうことはしない。まあ、うん、まあ正論ああある意味正論を言っただけの話ですね。ただ自民党はですね。今これ自公自公はね。うん、え自公はこれ関数割ってますので。はい、えこれはまあ野党の連立の組み方によりますけども。はい、まあ理論的ね。あくまで理論的ですけど。うん、え理論上は野党がうまく連立を組めば自民党、うん、自公は。うんあ 政権取れないということになるんですよ。うんそうですね。はい。うん、まあこのもちろんこのあくまでこう理論上ですから、野党がそうやって果たして全部含めるかどうかっちゅうまあその野党の中で私私も入ってますからね。はい。はい、そのですね。すえー、はい。まあだからその安易にね、閣僚ポストをちらつくされたからってほいほいって行くってことはしませんというのはまあそれは当然そうでしょうと。 思うし。でも私はあれね。<ん>ええー、総理の座をだあの日本保守党がから出してくれるっていうにあったら、少しは検討してもいいと言いましたよ。<laughs> これ妥協の精神かな。い<や> <laughs> あのー、まあね総理をね、うん、日本保守党から出すってことになれば、うん、今は議席を持っている三人のうちの誰かということになります、うん。そうそう。その場合は少しは検討してもいいと <laughs> いうことが NHK ニュースに載りましたからね。百田さんではないですよ。 バッチついてます。そうね、私はこけちゃうんですわ。そうなんですよね。はいはい、はい。でね、あとね、その。お、まあ、玉木さんに関して言えば、うん、言ってることはもう極めてまともです。で、政策的にも非常に優れたものがあると思います。うん、だけど。うん なんか行動が伴わないように、いつもお見受けしますよ。あの、ブレブレなせい、ブレブレの男ですかね。つまり、うんうん、あの、昨日、朝言ってたことと夜言ってたこと。が違うやん、っていとこありますからね。<laughs> そうだ、だから、あのー、まあ、これ、今、今が確かに、今回の発言は正論です。かっこいい、うんうん、ま、まっとですね。そう、どと,思いますところが、次の日にね。うん、違うこと言う可能性あるんですよ、この人。そうね。うん。 そのの怖さがあるんですよ、うん、あのだからあ,あ,いつはあいつが言うたんならなるほどと言ってね常にもうぶれないビョンって一貫したものがあったらね、うん、発言もそれなりに重くて説得力もあるんですけど玉城、うん、さんの場合ね今回の場合これあくまで正論ですところがえこの「キ日言った正論どこいった?」ちょうとこ結構ありますんですよね。うん どうも。だからその辺がねまあ。若干信用できないっつったら失礼ですけど、そういう感じあります。それからまあ本人はね。嘘ついてる気本ないんですけど、<laughs> うん、もうこう気持ちがぶれるんでしょうね。うん、どうどなんだろうな、うんうん。だからその辺をね。ちょっとあの私たちも割り引いて聞いてはいますけどと。うん でも自民党はやっぱり苦心してますね当たり前ですねだって通りませんからねこのままいったらいろんなことあの法案がねは。いあところで、うん、今回の記事じゃないの,あの主犯指名どうなるかっていうやつないですけどさ来週再来週来週か、はい、再来週か再来週11日に国会が始まって多分すぐさま主犯指名ということになりますからこれ <coughs> どどううななるるかこれまだ見えへんでどうなるんでしょう、ね、うあの主犯者名っていうのはねあの、うん、次の総理を誰にするかっていうことですよ、うんはい、ほんで最初みんなね総理を誰にするかってみんな、えー、みんないっぱい書きます、えー、当然立憲民主党の議員はですね「野、え、田、ー」って書くんですよ。うんえー、うちのうちの,その代表が一番総理にふさわしいって野田って書きます。えと まあ、令和新選組の人はですね、うんえー、山本太郎って書くんですよ改めますよね。参政党はやっぱり神やーって書くんですよ、うんえー。そうやってみんな書くんですが、うんえー、ところがですね、まあ、そうやって、えー、書いていくうちにこれ決選投票になるっていう話もあるね。そうかもしれないということを言ってますね。というのはねな,なんでかというとえっ、ー、と。 うけ僕よく知らなんでいやだからまあ決戦投票になったとした場合じゃあどうするんですかっていうことを聞かれていますよねいやじゃ待って決戦投票にはど,どういう形になった決戦投票になるかな。だからそれを今解説するんですかああ知らんねん僕どうやったら決戦投票になるのか今資料出しますよ、ね、はい、何本か以上取らなあかんちゃことにるよね多分一位がね えっとですね、はい、まあ、主要な使命は、えっと、まあ、実際、内閣総理大臣を指名するわけです。はい。それでですね、ちょっとお待ちくださいませ。どうなるよね。今、その、考えたことなかったわ。 だってだいいこれはねあの与,党与党が圧倒的に多いから当然与党の代表がですね、えーまあ、総裁ですね自民党の場合は総裁がもうそのまますになると総理大臣になると、まあ、これは慣例慣例というかこれは普通なんですけど今回の場合はその自民党が大きく議席を減らしてますんで石ば、えー、っと書く人間の数がですね、えー いわゆる国会議員全体の数の中で圧倒的一位にならない可能性もないとは言えないということですね。うん、で最終的にはねよく決選投票決選投票っていろんな人が言われるんですがまずですね、うん、投票総数,数の過半数の票を得た議員が衆議院と参議院と両方でやるわけです。うん、でその,その議員ですね、まあ、衆議院の衆議院の、うん、における、えー、非指名者、うん、つまり指名された人手腕、うん、指名が要するに その投票した人、うん、議員の数じゃないですよ、棄権する人もいるんですから、うん、その投票総数の過半数の票を得て初めて、その人がその衆議院なら参議、参議院参参議議院院における非指名者となると。うんうん、ということは今回は、うんえー、過半数は取れない可能性が高い、ねはい、でここでいう投票総数の中には、うん 白票も含むんですその席をあのに来なかった人はまあちょっと別にしてはい、はい、投票さえしてれば、うん、白票もカウントして、うん、それでそれを含む、まあ、無効票を参入するという,うなるほどそういうことは今回自公は,はですね過半数取れなかったから、うん、え最初の投票では石破さんが過半数取れない可能性は極めて高いということですね。 初回の投票で有効投票総数の過半数の票を得た人がいなかった場合は上位2人による決選投票によって決すると。ということははっきり言いますと石破さんと野田さんの2人で決選投票の可能性が非常に高いいととうこただし決選投票に関しては過半数という縛りは全くなくてとにかくどっちかが多く得れば多数を得ればいいと。 そまあ、はい、あの危険が半分ぐらいあっても、うん、あ残る50で戦ったら残る50%で戦ったらいいということになりますね、うんうん、はい、はい、ね何も危険があっても構わないということになりますね、うん、要するに、えー、A さんと B さんどっちが多いかということになります、うんうん、さあそこやそうだ,、ね、だからもう決戦とはほぼ間違いないと言われてますでそうするとええー 石破さんか野田さんがどっち選ぶかということでなるんですが、うんうん、じゃあ私たち日本保守党は国会議員3人おるんですが、うん、この3人の国会議員が石破と書くのか野田と書くのか、うん、これこれどうする、うんうね、結構悩ましいねまああんまりねだからその私たちもどう <laughs> 考えるかっていうことを今ここでそれはすべては言えません。 だって議席を持っていてそれ投票するのは3人ですから、うんでまあ、それはもちろん、あのただ、党の方針というのも多少ありますから、ね、いや、多少じゃなくて、うん、特に比例代表のお二人に関しては、うん、まあ島田先生なんかもすでにいろんなことに関して、自分たちは党でもらった議席なん、うん、自分はね、党でもらった議席だから、うん、あのさまざまなことをあの相談しながらやっていくということを言ってくださってまして、はいうん、だから、主犯人命どうするかっていうのは、まさに。えー 党で、うん、まあ党から出た代表ですからね、うん、比例代表ですから、うん、それはやはりちゃんと話し合いしなきゃいけないなと,いうところですね。で,すねでもこれは非常に、はい、あの高度な判断が要求される、ね、そうです、本当そうですよ。うん、はい。<で>いこれね、下手したら、うん、これ野田さんが首相になる可能性もあるんですよ。ありますね。 これからもうきっ教えててね、うん、どっちが最後の1票で決まるとかなってきたらその,その僕ら3票っていうのはすごく大きいんですよね。そうでまあ、あのー、うちのね有元さん作戦を代表に教えちゃだめっていうコメントが出てくる <laughs> すぐしゃべります。からねはい もうすぐなんか入れたら出すみたいなね、はい、こう入ったらすぐ出るみたいな。はい、本当にね。はい、だけど、<う>あの特定のことについては絶対言わないんですよね。ねはい、言いません。<laughs> こう入れたら出す。だから百田さんは結構、うん、あの軽く見られてるんですよ。 百田さんを煽ればなんかいろんなこと言うに違いないこれで再生回数稼げるみたいなねそういうユーチューバーがたくさんいるんですよいい山ですわいやいやいい山さんだけじゃないけどねいろんな人がいますよ百田さん煽っておけばねなんかいろいろ SNS でも自分のね言ったアンチコメントに触れてくれるもっと百田を煽ろうとこうなるわけですけどんでいや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 ちょっとやめなさい本当にすみませんではめなさいホントに。 さてそれでねまあそういうことなんでこちらもおおどうするかということですねね<え> <laughs> もう10日ぐらいからねこれうんどうしましょうね本当にね主犯指名ねね<え> <laughs> 石技かけたくないしただこれね確かに主犯指名ねあの、うん、あ一応そうだな国会議員でまあうちの会派でということになりますから、うん まあその三人のうちの誰かの名前を書くということになりますね。最初の投票はね。うん、うん、そうです、はい、うん、そういうことです。はい。まあ総理になろうとか議員と出てますからね。という人もいるということですね。はい、ただまあこの日本復興党としてはまあこの島田先生は本当にそこを理解してくださって何かにつけてそういうふうにこちらとね情報共有を図ろうとされてますけど。うん。 やっぱり、ね、この今回、私たち国政政党になったのはまさに比例の百,数十,万百十何万票ですから、ねはい、これを入れてくれた人たちがこれだけいたからだから国政政党になったんで、はいうん、そこは、ね、重く考えないといけないんでもちろんその100万人の方投票してくれた方一人一人に考え聞くわけにはいかないけどこの 100, 万人がいた100万人以上の人間が日本保守党と書いてくれたことで国政政党になったんで。 そのことはもう常に。忘れてはいけないというふうに思いますね。そうですね。百十四万票。ちなみに。私は十一年連続百万部以上売ってきたんです。それすごいですね。はい、だってそれお金出して買うんですからね。<laughs> はい、だから私の読者が入れてくれたから。<laughs> <laughs> <laughs> はい。 ということでですね、まあ、そこはもう、常に100万人以上の私たちに投票してくださった方の思い。はい、そうです。彼らの裏、彼らの裏。はい、それで、初めて私たちは、国政政党になれましたということでございます。そこをやっぱり、重く考えたいとしかし、私らのことは、別にして、ちょっと置いといて。本当に、総理が、これ、野田とかなる可能性。ありまして、ね。ありましょう、ありましょう。だってね。 野田さんと石破さんってどこが違うんですかという話よく聞きますねだから私はね <laughs> 確かに野田さんになる恐怖っていうのはあるし、うん、あのじゃあ野田さんが組閣したらねもしかして辻元清美さんとか入っちゃうのっていう恐怖はあるんだけどでもじゃあですよ、うん、石破さんと野田さんの言ってることってほとんど違いがないでしょう二人とも増税派ですからね、うん、そうなんですよでまあ安全保障はしっかりやっていくとか両方とも言ってるわけだから、うん で防衛増税、OK、でしょ金,金融所得課税も OK でしょ、はい、また税金上がるし <laughs> <う>で企業はお金取られるしええこと一つもないんですよ。われわれはいあのー、我々ね日本を豊かに強くってやってますけど、うん、本当に彼らは日本を貧しくします。うん